ブルーリフレクション。ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。そういう存在になれたら、退屈な日常は一変して別世界に見えると思うんだ。私たちに与えられた夏休みは、そんな特別を作るためにある。ボケてるの？心だよ、うつぼ心。心。何かあったのかと思っちゃった。フリスペで連絡しても。ごめんごめん。まったく、さ、ごめんってレナさん。星崎さんがここにやってきたから。私は楽しいよ、生活が賑やかになって。聞いた？賑やかになったって。うるさい。はい、さ、そろそろ行こう。今日も探索するんでしょ？もちろん。
あつー、絶好の洗濯物日。そういえば星崎さんにお願いしてたと思うけど、ちゃんと干した？干した干した。ならよし。誰かがサボるとすぐ不便になるよ。ここには私たち。分かってるって。でもよかった、これならここを歩いてもすぐ乾きそう。そうだね。何度寝てもこの景色ってことは、補習を受けるために夏休み中の学校へ行き、そこで教室を出た時にはもうこの世界にいた。あおちゃん？ううん、なんでもない。人気のない学校、現実ではありえない景色、周囲はどこまでも水が広がってて、この学校から離れることもできない。そんな世界で彼女たちと生活をして早3日、私はまだ帰り道を見つけられずにいる。向こうの世界って水で囲まれたこの世界に昨日突然現れた。学校よりもさらにへんてこな場所で、もしかしたらこの向こう側に。さあバシバシ調べていこう。待って、今日は食事。なっ、もう時間が遅いもの。心レナさんがいじめる。ああ、よしよし、怖かったね。でもわかった、こいつ。さて今日は何を持って帰ろうかな。昨日見つけた卵美味しかったのです。今日も折れましね。なんだなんだ、みんな
開始だね。いつでも行ける。攻め時ね。そこ！よし、私の番。おっ、想定よ。見せてあげる。いつでも打てるよ。楽勝だったのです。私の中に眠る力がまた一歩強くなれたのです。より高く、より強く。それにしても私たち気がついたらはめこの世界に来た時には考えるのは後にしてさっさと卵をさ。なかなか見つからぬ。そもそも卵が落ちてるって鳥の。あそこか。まさか登るつもり？もちやめなって。レナちゃんは下で待ってていいよ。何かに使えそう。何これ。よし、もっと食材探す。今日はこのくらいにしてそろそろ帰ろう。ま、あんな広いところに一人残されたら。それじゃ、急いで帰ってあげ。さて、ゆきちゃん。いつも通りなら、
ただいま。おかえり。そんな文句言わないで。やったー。ちょっと、いいじゃん、いっぱい取れたんだしさ。それで向こうの世界のことを何？今日はあんまり調べられなかったんだ。いろいろあって。そうそう、いろいろあったんだよ。まあ相変わらず。でもラッキーだったよね、向こう。うん、この世界に現れた。それもそうだけど、食材が豊かになったのが。もう飽き飽きしてたもん。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ、飢え死にすることはなさそうな。だあるかもしれないよ、お米。ガゼンやる。はいはい、それはまた明日。それじゃあ夕飯作るよ。また卵焼きが食べたい。昨日と同じ卵があるんだね。ねえ、青、なんか薬味になりそうなものを取ってきてよ。オッケー。取ってきたよ。おお、ありがとう。せっかくキッチンに集まったことだし。そうね、暗くなってきたし。どれにしようかな。それ作ろう。どれにし、これをどれを使う。一丁やりますか。できた。できた。それじゃ。そのと、一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど。何してんの。いやー、でもやっぱりこういうの楽しいね。お腹いっぱい。それにしても何なんだろうね。何何？何の話？向こうの世界のこと。私からすれば、青ちゃんがいたっていう世界、本当にびっくりしたよ。さっきまで会ったのにって。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて。ここって何なの？なんで私たちは。なバッと思い出せるものもあるみたい。けど誰かとの思い出とかいた場所とかはどんなに思い出そうと。そっか、やっぱり。私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所が。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがない。まあでも青には記憶がある。だ、大丈夫。みんながいるからさ、全然不安。むしろ楽しいんだよね。まるで、ほら、私って普通じゃん。なんとは言っても、いつまでも帰ら。明日はちゃんと向こうの私たちの記憶の手がかりもある。了解。それうん、初めて会った時も書いてたよね。その日食べたものとか、あんまり変わり映えのない日々だったから。でも食べたものの情報は結構お役立ち。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから
日記のない、いろんなこと？アオちゃんが来た。向こうの世界も現れ、モンスターがいて、戦うこと、今日言ったこと、本当なんだよ。だから、そう言われるとな。でも、アオちゃんには帰ら、アオちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、ちゃんと帰る方法を探さないと。ありがとう。おお、よ、うん、ね、そういえばなんとかね。いや、今時使ってない人がいるなんて。あた、これはもう一度ちゃんと、はいは、ありがとう。思ったけどさ、スマホが充電ん？こうしてやり取りができるってことは、そりゃそうだ。水道やガスも通ってるみたい。確かに。いや、考えたこともなかった。なんかおかしいんだよね。おかげで快適に過ごせてるから。結果、そういえば、え、昼ぐっすり寝てたから寝不足なのかと思って。何か思うところがあるならちゃんと言って。まだここに来たばかりで慣れてないってのもあると思う。もしかして。別に、平穏に過ごしたいだけ。本当に？うるさい。レナさんの方こそ大丈夫？記憶がないことすら気づいてない状態だったから。気づいた今は、やっぱり。そうね。なんでそうなったのか気に、そういう、それにしても記憶を失うなんて相当なことがあったはず。思い出さない方が良かったなんてことになる。いい感じ。うつぼここ、宮内レナ、金城優、みんなと出会ってからも、結局長い夢だって言うならそれでいい。ドッキリでしたって言うなら、まさか死後の世界。お母さん、補習すっぽかしちゃった。ダメだ、眠れそうにないや。
周りは水に囲まれて、人は私たち4人、私以外全員昔の記憶、向こうの世界とかいう、なぜか全員持ってる指輪で、はあ、わけわかんない、何なんだこの世界は。フリスペ、にしてもフリスペか。フリスペなんて名前のアプリ、補習で学校に行く途中スマホを拾った時にはこのアプリが入ってた。このメッセージが残されていた。そして今はフリスペ以外のアプリ、もしかしてだとしたらスマホにフリスペを入れた人。あなた、え、だ、誰？あなたは何者？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？どのくらいの人がこの問いに自信を持って答えられるのだろう。ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。この不思議な世界で帰り道をなくした迷子の私は、いくつもの特別と出会うことになる。長い長い夏休みの始まりだ。座ってるのが見え、そういえばちょっと聞きたいんだけどさ、この世界にいるの、どういうこと？昨日見たことない子に会ったんだ。つい、あ、幽霊みたいに突然現れるでしょ。知ってるの？一応、でも話しかけても返事してくれないし、すぐに消えちゃって、同じだ。気がついたらいな、もしかして、どうだろう、何かされたってことはないから。ごめんね、先に話しておく。ね、今日も行くんだよね。うん、きっとあそこに。したの？ないの。ない？食材がないの。はあ、はあ、じゃないよ。もしかして青？え？いや、そんなことしてないけど。わかる？この娯楽の少ない世界において、クオリティオブライフ、
いつも料理作ってくれてありがとう。うんうん、いじゃなくてとは言ってもな。でも他に人なんていないんだから。まあまあ、何か必要なら集めてくるよ。そこまで言うならお願い。確かに残してたはずなのにな。これが効くはず。いつでも撃てるよ。えい、楽勝だったのです。邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。ほっ、どうしようかな。えい、行ってやる。そこ、どう動こう。ほっ、いつでも撃てるよ。ほっ、楽勝だったのです。でもかかってきなさい。よし、私の番。やってやる。いつでも撃てる。そこ、いつでも撃ける。見せてあげる。ほら、いつでも撃てるよ。頑張って。いつでも、えい、楽勝だったのです。絶好調ね。はい、ズバッと、うん、バンバン行くよ。さあ、どう動こう。
想定や見せてあげる。ほら頑張って。特賞だったのです。取っておこう。ぎ、何これ。攻め時ね。せい、ほら頑張って。打てるよ。はっ、やめて。いつでもいける。ほっ、見せてあげる。ほら頑張って。想定はっ、楽勝だったのです。やるね。うん。それってもう。どれにしようかな。材料は足りてるかな。どれを使う。カレー。どれを始めましょう。できた。どれにしようかな。感じ。向こうの世界が出てきた時も、うん、この場所はここ、うん、なんで好きな、秘密基地、出てきた。これ
誰？教えてくれるわ。リフナビが危ないって。でもあそこに手がかりがあるかもし。これが急にあんなのが結局。あ、ねえ、リフナビが。うん。これ屋上の床を見てみたらひびが入ってて。まあでも2階は雨が止んだらそのうち顔。え、私たちの話聞かれ。一体どでも今日はもう遅いからさ。それで向こうの世界に。さ、明日になったら。どうだ、まだ雨も。やっぱりちゃんと直さな。昨日話した通り。うん、な、それじゃ。え、危険だよ。もう、なんで私はた。そう、勇気は私たち。そもそも指輪の力についてし。
うがない、一か八かだ。思いを込めるって、わかんない、ラーメン食べたいとかケーキ食べたいとか、食べるのばっかじゃん。重い。何者かにな。そして私やっぱりやだ。そんなこと言まあ。私たちがちゃんやったー。でも危なくなったらに了解了。何これ、この辺りはいろいろ調べたから使えそうなものはもうなさそう。ということは、でも前強そうなモンスターがいたじゃない。楽勝楽勝。
負ける気がしないよ。すっごー！わからないよ。でも、うん、急に体が軽く、この様子ならもっいいな、いいな。触っても、どれどれ、わっ、あっ、たす、そんな友達は当たり前ですか。あ、みんな聞こえた？なんだか、何なの これ、まさか。華麗に倒してあげる。さあ、どう動こう。せい、やだ、やってやる。いつでも撃てるよ。そこ、えい、いた。さあ、どう動こう。はっはっ、撃ち抜く。やってやる。はっ、ま、こんなもんでしょう。力が硬い。より高く、より強く。
を感じ、行ってやる。ほら頑張って、いつでも行ける。ほっ、やめて、攻め時ね。ほら頑張って。どうしようかな、カゴン、セイフ、やめて、攻め時ね。はっ、ほら頑張って、同点、よし当たって。どういうこと、セイフ、頼れる私に。こんなもんでしょう。力が湧き上がってくる。これが私の本当の力。絶好調。今までのモンスターと比べ、何これ、よいしょっと。
何かに使えそう。ゴミ箱の中は、いや違う、粘土だ。でもひびを埋めるのに使えるかも。知れない。うん、それじゃあ帰りましょう。でもこれで、そうだね、作業室で使える。よし、これで雨漏りを直せるはず。よーし、これで大丈夫なはず。屋上でユキちゃんたちが水を流してくれるんだよね。そう、それで私たちはなんだか、うん、そうだね。でもどこか、青ちゃんが来てから日記の内容が増え、あれから青ちゃんが来るまでのそれまで似たような日々を繰り返して、だからこうしてみんなで、お水は、はあ、やっ、これにて一件
無事に終わってよかった。危ない場面もいろいろ。やっぱり奥まで行くのはやめとこう。でもさ、青が元の世界に帰るための手がかりあると、帰るの諦めちゃうの？それは、でもさすがに、大丈夫、いつの間にか来たんだから同じようにして帰れる。私は僕ちょ、そうね、ちゃんと調べた方がいいと思う。レナさんまで？うん。それに向こうの世界で流れ、あ、うん、あそこに入った時から感じてたんだ。だからもっと奥まで調べれば、そうしたら青ちゃんのいた、あれがウツボさんの記憶だというのなら、それなら調べてみる価値はありそうじゃない？レナさん、それにさ、みんなで何かするのって勇気だからね。私たちと、うん、それじゃあ早速明日から冒険。今日は早く寝ましょう。うん、おやすみ。おやすみ。こうして一つの事件を乗り越え、記憶をなくし、帰り道をなくし、まっさらで迷子の私たちはまた新しい何かを求めて歩き始める。それは記憶を探すため。それは帰り道を探すため。そして特別で大切な何かを探すために。Thank you.
それじゃあ早速行く。そうだね、準備できたら